どうもおはようございます。中野敦です。それでは最初の動画を撮りたいと思います。最初は今日の動画について話したいと思います。この後にロト6最終確認して、最終確認し終えた感想について話して、明日はロト6だからロト6について軽く話したいと思います。それで、まあ体力的に余裕があったらロト7の予想も、できたらしたいかな。まあ今日のメインはロト6の最終確認だけど、昨日予想した感じだとやっぱりちょっと難しいかな。この前の当選数字が1桁が3つに20番台が3つっていう珍しいパターンだったから、なかなか予想は昨日大変だった。今日はもう少し時間かけて予想しようかなって考えてます。昨日は40分ぐらいだったと思うから、今日はもう少しじっくりと数字の流れというか、どういう感じで数字が出てるのかとか、そういうのをもうちょっと確認したいと思います。見ていただけたらありがたいです。あと、ロト7の予想だけど、まあ、そうやな。もし予想できたとしても、晩かな。夜に、動画撮ると思う。ロト7の予想。もし、撮るとしたら、まあ、ちょっとまだわからないけど、余裕があれば、ロト7の予想もしたいと思います。ロト7も、この前は全然あかんかったから、2個か。まあ全然あかんって言っても、2個は一致してんねんけど、やっぱロト7は本数字全く一致しないっていうのは今のところないかな。2口のうちどっちかは絶対本数字で一致してるから、その分で言ったら、ロト6よりは、ダメージはちょっと少ないかな。ロト6は本当に本数字全く一致しないっていうのがやっぱりよくある。同じ2口でも。ロト7は全く一致しないっていうのは、1回もないかな。2口のうちどっちかは絶対一致してたから、2口とも全く一致しないっていうことはなかったかな。ロト6は2口とも全く一致しないっていうのはあったけど、まあ、とりあえず、この後、ロト6の最終確認をしたいと思います。それでは、この動画を終わります。よかったら、チャンネル登録をお願いします。ご視聴いただき、ありがとうございました。